どうしてこんな時間に仕事なんか。しかも別館の方を調べるなんてマジでめんどくさい。さっさと仕事終わらせていっぱいやりたいぜ。してくれ。なんだ。おい、誰かいるのか。まさかな。おい、嘘だろ？ここが閉まってるなんて聞いてないぞ。はぁ、面倒だな。けど、戻るしかないか。Thank you。
なんだ。おい、ドアを開けろ。なあ、おい。ビビったか？その声、ビリーか。ああ、そうだ。正解おめでとう。ふざけるのはやめて、今すぐドア開けろ。その答えはノーだ。何？お前に貸してる金を返してくれたらここを開けてやるよ。金なら後ですぐ返す。だから早くここを開けてくれ。よく聞け。俺は前にもチャンスをやったんだ。だけどその時もお前は後ですぐ返すと言って、それっきりだ。この意味がわかるよな。ああ、ビリー、本当にすまなかった。だけど俺は。答えはノーだ。待て、おい、ビリー待ってくれ。くそ、どうしたら。誰かいるのか。なんだよこれ。ああ、誰もいない。マジで気味が悪いな。いつまでもこんな場所にはいたくない。ダメ元でドアを蹴破ってみるか。開いたか。やってみるもんだな。あいつマジでキレてたな。早いとこ金を返して謝らないとな。こんなことは二度とごめんだ。ビリー、どこにいるんだ。ひどい匂いだ。ビリーのやつどこ行ったんだ。
俺天才だな。なんだ？くそ、早くここから出ないとやばい。アレックス、誰かいないのか？頼む、誰か助けてくれ。落ち着け、落ち着くんだ。もしもし、ラグルスさんですか？ああ、よかった。聞いてくれ。俺は警察官のブラウンだ。今すぐ応援を呼んでくれ。ああ、ひどいノイズだな。もしもし？もしもーし。おい、聞こえないのか？はあ、また後でかけ直そう。おい、待て。ちょっと待ってくれ。くそ！はあ、一体何がどうなってるんだ？おい、マーカス、ここを開けてくれ。ビリー？お前なのか？ああ、俺だよ。早くしてくれ。ビリー、すまない。こっちからも開かないんだ。この館は何かおかしい。まるで悪霊にでも取り憑かれているかのような。さっきから奇妙なことばかり起きてるんだ。ビリー、こっちに増援をよこしてくれないか？聞いてるのか？ああ、俺だよ。早くしてくれ。ここを開けてくれ。おい、マーカス、そんな。早くしてくれ。俺だよ。違う。早くしてくれ、マーカス。こんなの嘘だ。ここを開けてくれ。ありえない。早くしてくれ。ここを開けてくれ。おい、マーカス、早くしてくれ。俺だよ。早くしてくれ、マーカス。
夢だ。こんなの現実じゃない。出て行ったクロエもだ。こいつらだけじゃない。俺の言いなりにならない奴は全員許さない。今のは俺の声。クロエ、どうして俺だけを見てくれないんだ。他の男に君の笑顔を見せないでくれ。嫌だ、嫌だ、嫌だ。俺だけにその顔を見せてくれ。やめろ、やめてくれ。俺はこんなこと思っちゃいない。お前がこのクソみたいな悪夢の元凶なのか。俺にどうしろってんだ。え、答えろ。するんだ。
この絵、森と車、それにドラッグと酒。はあ、そういえばあの日。クロエが出て行ったあの日、俺はやけになってトラックに手を出したんだ。何もかも忘れてしまいたかった。クロエのことを心から愛していた。彼女の誕生日や二人の記念日には贈り物を送ったし、家事だって手伝ってきた。喧嘩になった時だっていつも俺から謝った。やりたいことだって二人の生活のために我慢してきたんだ。なのに彼女は俺を裏切った。今までのことが全て無意味だったのかと思うと頭がおかしくなりそうだった。車に乗り込んでドラッグを避けて流し込み、アクセルを踏み込んだ。そこからの記憶はもう曖昧だ。車の中で目が覚めて外に出てみると、辺りは薄暗い森だった。頭がひどく痛くて歩くのもやっとだった。それから冷静になって自己嫌悪した。こんな俺は警察官として、いや人として失格なんだって。もしも俺が君に何かひどいことをしてしまったのなら本当にすまなかった。だけどこれ以上はもう何も思い出せないんだ。どんな罰だって受けるから。俺を許してくれ。お願いだ。これはこれは、ようこそお客様。お前は誰だですか。私が何者であろうとそんなことはどうでもよいことです。善人であろうと悪人であろうと、天使であろうと悪魔であろうと、人であろうと神であろうと、全てどうでもよいことなのです。ああ、ところでそんなに慌ててどうなされたのですか。ああ、怪物に襲われたと。そう、それこそがこの場所で最も重要なことなのです。ここは懺悔室。罪を告白し許しを得て前へと歩き出すための場所。私はここであなたの罪と引き換えに前へと歩き出すための力を与えましょう。ああ、そうそう、そのナイフは私からのサービスです。まあないよりはマシ程度なものですが、もしより強い力をお求めでしたら、こちらにメニューがございますのでご記入ください。これからの道のりはより険しくなるでしょう。またご入り用の際にはぜひともお越しください。いつでもお待ちしております。
どうかお気をつけて。何もかも奪っていくこの世界を憎んだ。皆が神の誕生を祝う日に俺は神を憎んでいた。もう奪われるのはたくさんだ。だから俺は奪う側の人間になった。でもどれだけ奪っても心が満たされることはなかった。最初から分かっていたんだ。心を満たすものはもうこの世界にはないんだと。あの日俺は全てを失った。腕の中で冷たくなっていく君が最後に言った言葉、生きて。君はそう言った。だから俺はどんなことをしてでも生きてきた。それが君との最後の約束だったから。だけどもう疲れたよ。こんな人生はもう終わりにしよう。二度と帰ることはないと思っていたこの街で最後の仕事を終えたら俺も君のところへ行くよ。約束守れなくてごめん。本当にごめんよエミリー。